トミニクロジャース・クロマティは、フロリダ州、ブレーデントン出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、ディフェンシブバック。生まれつき腎臓の片方が機能しておらず、幼い時に適出している。テネシー州立大学でプレーした、彼は当初評価が低かったが、シニアボールウィークに評価が高まった。NFL コンバインでは、ファビアン・ワシントンと共に、 全選手中トップの4秒29を記録した。2008年のドラフト一巡全体16位でアリゾナカージナルスに指名され、同年7月25日、5年間1510万ドルの契約を結び入団した。1年目はロデリック、フッド、エリック・グリーンから先発の座を奪えず、ニッケルバックとして起用された。第11週のシアトル・シーホークス戦でマット。 ハッセルベックからにインターセプトを奪い26から20の勝利に貢献した。第14週のセントルイスラムズ戦では第4級終盤99ヤードのインターセプトリターンタッチダウンを上げて勝利に貢献。この試合でチームは地区優勝を決めた。この年チームトップの4インターセプトを上げた。アトランタファルコンズとのワイルドカードプレイオフではマットライアンから ロディホワイトへのパスをインターセプトチームは1947年以来となるプレイオフホームでの勝利を挙げた続くカロライナパンサーズとのディビジョナルプレイオフでも第2球ジェイク・デロームのパスをレッドゾーンでインターセプトしたチームは NFC チャンピオンシップゲームでフィラデルフィア・イーグルスを破り第43回スーパーボール出場を果たしたが ピッツバーグスティーラーズに敗れた。2009年、6インターンセプト、50タックル、3ファンブルフォースを挙げて、プロボールに選出されたが、ディビジョナルプレイオフのニューオーリンズセインツ戦で、左膝靱帯を負傷したため出場はしなかった。2010年のプレシーズンゲームで靱帯を損傷した。10月10日のニューオーリンズセインツ戦では、ドリューブリーズから、 インターセプトリターンタッチダウンを上げて前シーズンのスーパーボールチャンピオン劇派に貢献した。3インターセプト、17パスディフェンスを上げたが、6タッチダウンを許している。2011年、ケビン・コルブとのトレードで、2012年のドラフト二巡指名権と、共にフィラデルフィア・イーグルスへ移籍した。2012年のピッツバーグ・スティーラーズとの、 プレシーズンゲームで、相手 QB バイロンレフトウィッチへのアンネセサリーラフネスの反則で、2万1000ドルの罰金を課された2013年3月13日、デンバーブロンコスと1年500万ドルで契約を結んだ。この年、15試合に出場して3インターセプト、14パスディフェンスの活躍を見せた。チームは、第48回スーパーボールに進出した。 2014年1月27日にスーパーボウルに勝ったら現役を引退するといった内容の報道がなされたが、翌28日に前日の発言は引退を意味するものではなく、自身が1年契約であることを示したものであったと語った。いとこのアントニオ・クロマティも NFL 選手。ありがとうございます。